明治寺は、東京都中野の区沼の袋二丁目にある新温州、当時派の寺院である。三号は、新浮脇脇小千山、陰号は、瀬村院。境内の一部は区に対応され、百観音公園として開放されている。明治四十五年に、明治天皇の病気併有を祈るため、栄寺四宝二に,によって、観音菩薩石像の混流されたのが、そもそもの始まりである。 しかし観音海岸を待たずして、明治天皇が崩御されたため、明治天皇のご冥福と、明治時代という波乱の時代を振り返り、大正元年に観音海岸供養が行われた。その後当時委員に一大観音令状を築きたいと呼びかけたところ、政財界から庶民に至るまで多くの賛同者が現れ、大正五年までに百観音が整った。百観音とは、 近畿一円に広がる西国十三所と関東地方の坂東三箇所、それに秩父の周辺に広がる秩父三十四箇所の札所の合わせて百箇所の札所を総称したもので、それらの仏像の写しを当寺院の境内に祀ったものである。これらすべてを拝み続けると百観音札所のすべてをお参りするに等しいご利益が授かることになると言われている。 大正6年には本堂が完成し、昭和11年には明治時の豪が許された。関東大震災による震災や第二次世界大戦による戦災を受けながらも、観音像の混流はその後も続き現在では180体。あまりの観音像が境内に混流されている。また、観音像は数えるたびに数が違うとも言われ、各地に、 救いのために出かけるからという言い伝えがある。ありがとうございます。